チャレンジダンジョンレベル9に挑戦だよ。どうしてレベル10じゃないんだ。最初何回か挑戦したんだけど、7×6 マスでうまく操作できなくて、敵がやたら強いんだよね。そこでまずレベル9から挑戦というわけか。このベイツールではスキルを使わずに倒すよ。時間的猶予があるもんな。それでも闇ドロップがなければ意味がないんだけどね。でもここでスキルは使うなよ。そうだね。せっかくの猶予存分に活かせてもらうよ。ダメージさえ受けなければ強いマシンヘラだから、副属性でも結構いけるんじゃないのか。そうだね。贅沢言うと闇ドロップがもっと落ちてきてほしいよ。ギリギリまで粘ってみようぜ。最後どうしようもなくなったらスキルを使うよ。あと3ターンか。まだまだ余裕だね。なんかスキル使ってささっと攻略した方がいいような気がしてきた。まだ最初の敵だよ。よほどのことでもない限りスキル温存したいんだよね。たった5フロアだぞ、ケチることないんじゃないか。闇が落ちてきたから次で決まるんじゃないの。確かにこれだけあればなんとかなるか。って使う前に倒しちまったな。バインドされてもへっちゃらだい。次のターンでワンパンするよ。スキルは使うのか。闇一列あれば倒せるでしょう。マシンヘラって強いよな。リカバーすることさえできれば強いからね。本当にワンパンできるんだろうな。できなかったら次のターンでバインド回復しつつ攻撃をするよ。どちらにせよ倒せるのか。でもやっぱりワンパンが理想だよね。次の盤面はあまりよろしくないようだが。だったら置いておいたスキルを発動するまでさ。さてこのターン。闇メタに継承していたアマテラスでバインド回復するよ。エスカマリとペルセポネどちらを使うか迷うところ。どちらも盤面闇だらけになるからな。エスカマリで行きますか。そしてここもワンパンして抜けていくよ。列を組みたいけど水も消したい。闇のツーウェイと列で行きますか。光も消しておくんだぜ。で、できるだけ頑張るよ。残しておいても次ペルセポネで変換すればいいので無理することはないんだけどね。将来の貯蓄より今の生活だ。デウスエキスマキナか。ダメージカットされるけどワンパンで倒すよ。スキルバンバン使って倒すのか。盤面見る限りその方が安全だけど。なんだよ。サツキさんだけで大丈夫でしょ。闇ドロップ少なくないか。でもこの数だと2列とワンコンが入れられるよ。せめて奥に主使ったらどうだ。必要ないよ。多分。見事に決まったね。いよいよボスか。ペルセポネだね。50% カットする上に3秒減ってしまうけど。当然ワンパンするよ。どうやってするんだ。まずギガグラに発撃って半分以下に。50% カットを無視しているよな。そしてさらに。あとは残っているペルセポネのスキルを使ってワンパンだよ。おまけ程度にルシファーのスキルも使って、数コンボ程度で倒せるはずだよ。どこから始めるんだ。左上の火ドロップからかな。ではラストパズル。行くぞー。お前緊張しすぎ。決めてやるんだー。もう決まったも同然じゃねえか。落ち込んがなかった。まあ十分倒せるさ。よかったよ。ああ、よかったな。さて報酬。その顔やめろ。もっと欲しかった。ところでどうしてレベル10じゃなかったんだ。レベル10はものすごく難しくて、先に Q の動画を上げようかと思った次第です。ダメダメだな。だってソロだとワンパンされるしマルチでも時間がかかるんだよ。育成も同時進行しているから疲れちゃって。今週中には攻略しようぜ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。レベル10は 7×6 マスだから難しいんだよ。頑張れ。